1963年の阪急ブレーブスでは、1963年の阪急ブレーブスの動向をまとめる。この年の阪急ブレーブスは、西本幸男監督の1年目のシーズンである。長く続く B クラスの脱却を図るべく、前年まで打撃コーチを務めていた西本幸男が監督に昇格。西本新監督は、 小林ヨネゾオーナーの期待に応えるべく、鉄拳制裁などのあの手この手で、チーム改革を試みるものの、負け癖が染みついたチームの体質改善までは、至らなかった。投手陣では、梶本隆夫や米田哲也に加えて、石井茂雄、足立光弘などもローテを守ったが、打線の援護なく、負ける試合も目立った。打撃陣では4番の中田正弘や石井明、 切り込み隊長のロベルト・バルボンが、例年通りの成績を残したものの、それ以外の主力選手が軒並み不振に陥り、西本監督の1年目は、球団初の再開で終了した。チームは優勝の西鉄に13勝16敗1分と、検討したが、2位の南海には10勝20敗と負け越し、5位の大前には7.5ゲームも引き離されて、西本監督の1年目は終了した。 この年から、ビジター用ユニフォームが一新され黒とオレンジをベースとしたデザインに変更された。先頭のロベルト・バルーボンが、右前安打で出塁するが、自打者、岡島博治の時に二頭失敗。岡島が二類左を抜く安打、続く古行天獣も、左前安打。ところが、岡島が三類手前で、土井正宏左翼手からの返球でアウト。四番、中田正宏が、中前安打。 続く早瀬仇も中前安打となったが、一挙本塁を狙った戸口が山本八郎中堅守の返球で3アウト。ありがとうございます。